いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2014年モデル、フェラーリカリフォルニア T を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントバンパー、ボンネット複数箇所、フロントガラスに飛び石がございます。走行距離に関しましては約2万1000キロと低走行かつ、車両コンディションも良好な1台となっております。外装色はジアッロモデナ、インテリアはクリームレザーが採用されております。カリフォルニアの後継機モデルとして2014年にデビューしたカリフォルニア T でございます。ヘッドライト部分などエクステリア部分が大幅に変更され、より力強さを感じるデザインとなっております。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 3.9 リッター V 型8気筒のツインターボチャージャーが搭載されており、最高出力は560馬力を誇ります。また足元に関しましては純正の19インチアルミホイールとカーボンブレーキが装備されておりますので、制動力に優れたお車となっております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましては伝統の丸めデザインが採用されております。またリアディフューザーが装備されておりますので、リア周り非常にスポーティーな1台に仕上がっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。オープンスタイルのお車となりますが、容量はしっかりと確保されております。また目立った使用感はなく、良好なコンディションを保っております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはクリームレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。またインテリア全体を通してクリームレザーが採用されておりますので、非常に統一感のあるお車となっております。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらには大型のパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能となっております。また走行モードに関しましてはマネッティーノが用意されておりますので、ダイヤルにて変更が可能となっております。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されております。こちらはバックギアに入れていただきますと、パークセンサーが作動し安全に駐車を行うことができます。こちらのお車にはシートヒーターも完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なオープンドライブをお楽しみいただけます。ではハードトップの開閉を行います。開閉に関しましても問題なくスムーズに行うことが可能となっております。こちらがクローズ時の状態でございます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2014年モデルフェラーリカリフォルニア T を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万1000キロと低走行かつ、内外装の車両コンディションも良好な1台となっております。より美しく、より力強く進化した
フェラーリカリフォルニア T でございます。こちらの車は7速のオートマチックシフトに560馬力を発生させるハイパワーなエンジンが組み合わさることにより、圧倒的な走行性能をお楽しみいただけるモデルとなっております。また、ハードトップタイプのオープンカーということで、クローズ時、オープン時、両方とも美しいデザインをお楽しみいただけます。車検に関しましてもたっぷりと残っておりますので、非常にお買い得な一台です。市場でも珍しいジアンロモデナのカリフォルニア T をお探しの方は、ぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。